ジェームズ・ハーマン・リースは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身の、元プロ野球選手、野球指導者、右ト左ヒだ。1917年に15歳で、パシフィック・コーストリーグ所属のロサンゼルス・エンゼルスのバットボーイとなり、1920年には、同級団の二類種となった。その後、メジャーリーガーとなって1930年から2年間は、ニューヨーク・ヤンキースでプレーしたが、 この時はベーブルースとルームメイトだった。1932年にはセントルイスカージナルスへ移籍し、この年が最後のメジャー出場となった。その後は西海岸へ戻り、マイナーでプレーを続けた。引退後はボストンブレーブスのスカウトやマイナー各球団でコーチを歴任した。71歳だった1972年、ノックの腕前を買われて、 カリフォルニアエンゼルス守備コーチに就任。以後修正エンゼルスのコーチとして過ごした。1989年にエンゼルスタジアムで行われたオールスターでは始球式を務め、1992年にサンディエゴのジャック・マーフィー・スタジアムでのオールスターでもアメリカンリーグの名誉首相に任命された。リースのエンゼルス在籍時の背番号50。 カリフォルニア・エンゼルスの永久欠番に百九十五年指定。コーチとして在籍中の九百九十四年七月十三日、九十二歳で死去。死去当時メジャーリーグ全チームにおいてユニフォームを着たコーチングスタッフとして最年長だった。死の翌九百九十五年八月、エンゼルスは二十三年間コーチとして支えたリースの功績を称えて、 在籍時の背番号50を永久欠番に指定した。ありがとうございます。